今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は京都二条駅の周辺の串揚げ小室哲也さんというお店でございます。3人ぐらいね、料理の方がおられて、なかなか中もおしゃれでいい感じの雰囲気のお店でございます。ここめちゃくちゃ流行るのがわかる、あの感じの、いい感じですね。あの店構えがもう本当におしゃれで、でポテトサラダとかこのイカのギカゲソポン酢うまかったんですよ。これ後で一品、別途発注いたしたんですけども、メニューこんな感じになっております。でまずは大根のおでんですね。まあこれはまあちょっとこんなもんかなという感じではございません。ちょっとシミが足らん感じなのかな。またちょっと白いですよね、なんか。で串カツ、これうまかったな。この大エビの、しば漬けタルタル、これはまあしば漬けでなくても全然いいなと思ったんですけど、エビがね、あの頭がご、あの頭ごとというか頭取ってあるのでガブーっとこのままいけるんですね。で油が多分これラード結構含有されてるんでしょうかね。カリカリで香ばしくて美味しゅうございました。でこれ和牛のさがりか、450円もするんですけども、あのいい肉使ってあるんだと思います。ソースで食べてくださいと言われたのでソースでいただきました。白ご飯もあるんですよ。そうそう、白ご飯あるの嬉しいですね。これだから串カツ定食になって、これとご飯と、いただいておりますが、あのこんな感じですね。いい肉でございます。でこれ最高にうまかったので、これ絶対食べた方がいいと思うんですけど、あの大はまぐりか大あさりかの菜の花とのこれおでんなんですけど、あの出汁がもうすごいんですよ。これそうめん入れたりなんかもうお茶漬けしたり、ほんまにうまかった。これはほんまにうまかった。でさっき突き出しに出てきたやつですね、あのポン酢、イカゲソポン酢、これが美味しかったのでもう一度、単品で発注いたしました。で珍しいあの柿の串カツなんですね。これもね、なんかやっぱり表あの香ばしく揚げてやって美味しいんですよね。なんかやっぱ油が違うんやろな、あのラードが入ってる気がいたします。でロール白菜、ロールキャベツじゃないですね、白菜なのでよりなんか甘くてトロトロっていうおでんでございます。で湯葉のおでん、湯葉もねなんかがっかりするとこはあるんですけども、こういう風に出るとなんかテンション上がりますね。柚子とかもあの削ってやって美味しかったです。で場所はこの辺です。二条駅の東に行ったところなんですけども、ここめちゃくちゃいつも流行ってるところなので一回行きたいなと思って、行けて、なるほどなるほどこれは流行るわと思いました。バターの、ぜひぜひ行きたいと思っております。というところで、小室哲也さんでございました。今日食べてご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいのでポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。ありがとうございます。いやここねほんまおすすめです。でもなんかこれ以上流行ると困るというのもあるかな。